はい、皆さんこんばんは。今日はね、動画にも書いたんですが、動画のね、題名にも書いたんですが、期間限定フィールド常夏諸島初探索ということでね、今実はねライブをやっているんですが、同時にね動画を撮って皆さんに、ご覧いただくということで、早速ねあんまり時間がないんでね、目の前にねこの見慣れない、私ねこのゲームやりだしてからね、4ヶ月以上経つんだけど、私がね4ヶ月前にこのゲームをやりだした時からね、全くね、本編のマップって全く変わってないですよ。要はね更新がないですね。でちょっとねファンとしては寂しいなっていうね、更新がないのは悲しいなってのはあったんだけどね、こういう見慣れない今船がね目の前にあるんですが、これちょっとじゃあ早速やりましょうか。どうすればいいんだろうこれ。こうかな。入っちゃったけど船、いきなりもう早いですね、読み込み早い。でどうすりゃいいんだこれ。なんかね、なんだっけ、ゴールデンなんとかっていうのをすればいいらしいんだよね、受付お姉さん。私これもうマップ完全に初めてなんで、何していいかもあえて情報入れてないんでね、皆さんと一緒でね、この初めての、マップを楽しみたいと思います。あ、これ帰るあれだ。分かった、何にも分かんないですよね、まっさらです私。あえてねやりたかったんだけど、動画でやっぱ初マップ4ヶ月目のにして初めてのマップをね皆さんと一緒に楽しみたいなと思って、あえてこの録画までね、何も見ない状態で、初見ってやつだね。40レベルいくか。40レベルならいけると思う。でこの先にボスとかがいるんでしょうかね。40レベルだったら何の問題もなく。で今回ねよくわかんないんでね、うちのベストメンバーじゃないですよね、レベル上げメンバーが入っております。はい、もうとりあえずもう片っ端から叩いていけばいい。なんか ボスがいるらしいんで、ね、あ、マヒッタ、ちょっと待って、あそっか、これ電気のこれマヒキャラじゃんこれ。そうだ、あ、みんなまひってるよ。みんなまひってるよ。なんかでもやっぱ新鮮ですね、4ヶ月やってて見たことないマップだから。あ、ニューモンスター来ましたよね。私嘘ついてないでしょ、本当に初見なんですよこれ。初見ってのはまっさらってこと。あ、そうじゃない、そうじゃない。敵はねそんなさすがに強いってことはないんだけど、マヒがめんどくさかった。じゃあちょっと本キャラに変えようか。本キャラというかね、お気に入りキャラ。しのちゃんで、しのちゃんでロープレイできるのは楽しいな、ゲーム。しのちゃんオンライン。俺の中ではしのちゃんオンライン。あんなことは余談なんですけどね。あ、で、こっちはいけないんだ。これ、マップがよくわかんないね、未だに。こう言って、いろんなこと教えてください。はあはあ。マップがよく、あ、これか、なるほど。40レベルは大したことないと思うんだけど。よし、行ってみよう。スターライトブヒーモスだって。弱そうだな、これ。でね、録画時間がね、あと4分。あ、簡単にクリアした。で、なんかアイテムがもらえるらしいんだけど。ん？これ開ければいいか、とりあえず。なんか、しょぼそうだけど。何がもらえるの？あー、常夏諸島の代表ってこれいいやつかな。そうだ、よくわかんない、まだ。いやー、でもね、繰り返し言うんだけどね、新マップってのは嬉しいもんですね。うん、ずーっとね、正直言いますけど、ずーっと、来る日も来る日も同じマップをね作業的に繰り返すだけだったんで、正直マンネリ感は相当やめないところはあったんだけれども、こうやって新マップを追加していただけると楽しいです。はい、うん、あ、こいつめんどくさい、こいつめんどくさい。あ、経験値めちゃくちゃうまいんだけど、これ今気づいた。やっぱあれだな、本キャラじゃなくて育成キャラ持ってきて正解だったな、これ。経験値が爆馬な剣について、すげえ。 この面やるまでのメインマップやってた時の俺の苦労は一体っていう。あ、40レベル。
これあれだね、なんていうか夏限定のレベル上げ祭りみたいな感じですね、おそらくね。よし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 、いけいけ、はいはいはい、どん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 、ちょっととんでもないボスいるかもしれないんでね、レルナちゃんのね、あのなんだ必殺技はまだ温存します。はい、今別に無理使うことないんで、ちょっと動画せっかくなんでもう1本撮るか、これパート2で。なんかね、2回動画撮ればこのマップを全部回れる気がするんですよね。まだ全部回ってないもんね。ゲフンゲゲフンゲんで、ここ取り、あ、全部じゃあボス、あ、いたいた、あの例のカジキっぽいのがいたよ。今ね、自分がどこにいるかもよく、あ、またこいつ、これ経験値爆上がな、あ、経験値はうまいんだけどね、マイキーがめんどくさいんだけど。よし、じゃあカジキの場所まで行って一回動画を止めましょうかね。そうしよう。もうかわいいね、この甘々系がたまらないです。お、カジキ、カジキあと2分で取れるかな。ちょっとジョブチェンジして、あの釣り人連れてきてないですよね。まあレルニア単体で行けれるなんじゃなくて、レルニアで単体で行けるんじゃないかなと踏んでるんだけど、じゃあこれが終わったら一旦動画を止めたいと思います。ポン、あ、結構むずいんじゃないのこれ。あ、そうでもないか、そうでもないか。あ、大丈夫か、どうだ、もうクリア、 OK、 よし。なんかこれをね、ゴールデンカジキっていうのをいっぱい集めるとなんかいいことがあるらしいんですね。でマップでどうやら見られるようなので、あれ結構マップ広いですねこれね。どうしよう、3部構成ぐらいでいくか。とりあえずね、じゃあ1回ね、動画を止めたいと思います。続きはね、続編でご覧ください。よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。続きをお楽しみに。それではまた。